2011年の長野県北部地震は、同年3月12日3時59分頃長野県北部と新潟県中越地方にまたがる地域、長野県下見の地群栄村と新潟県中尾沼群津南町との県境付近で発生した地震。逆断層型の内陸近く内地震で、マグニチュード6.7、最大震度6強。本震に続いて、 M5 以上の2回の余震が2時間内に相次いで発生した。新潟、長野県境地震、新越地震とも言う。最も大きな被害の出た長野県下見の地群、境村ではこの地震を、境村地震、その地震被害を、境村大震災と呼ぶ場合がある。発震機構は、北西南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、 近く内の浅い大陸プレート内地震。3月12日9時までの余震分布域は、本震を中心として、北北東方向南南西方向に、約1 7トルの距離と深さ4トルから1 0トルの地域に集中している。10日、超断層帯と、島野川断層帯の中間に位置する地域での変異が、大きく、基地の活断層の活動ではない。なお、 断層の方向を正断層と考える研究もある。また、4月12日には3月12日の震度から、南に2 0トル離れた地点で、M5.6、震源の深さ0トル最大震度5弱の地震が発生した。この地震の発震機構会は、北北西南南東圧縮の横ずれ断層型で、別の断層の活動と考えられる。 2004年の新潟県中越地震と1847年の全港寺地震の震源域の中間付近に存在していた新潟神戸歪み集中帯の空白域を埋めた地震で東京大学地震研究所や産業技術総合研究所の研究者らにより発生が予見されていた。このほか、本地震及び一連の余震の特徴として 潮積に関係すると見られる地震が全体の約50%と通常より高い相関が見られている。新潟県十日町市松の山観測点が北東に39センチメートルの地殻変動。振動に伴う斜面の崩落や地滑りは規模の割に少なかったが2から3メートルの積雪により地滑りが抑制されたと考えられる。 栄村大地震による最大震度を都道府県別に色付け震度5弱以上以上の揺れを観測した地域は以下の通り。新潟県と長野県では2007年の新潟県中越沖地震以来4年ぶりに震度6弱以上を観測した。北は秋田県仙北市、西は兵庫県西宮市で震度1を観測するなど東北地方から 近畿地方にかけて、震度4、震度1の揺れを観測した。また、気象庁の推計震度分布図によると、長野県と新潟県の県境において、比較的広い範囲で震度7相当の揺れがあったと、見られている。長野県北部の他には、新潟県中越地方の南部でも今回の地震による、余震が発生している。主な地震は、以下の通り。本地震は、 東北地方太平洋沖地震の翌日に発生したもので、活断層による内陸直下型が海溝型の巨大地震に誘発されて起きた遠方誘発地震と考えられている。なお、本地震から3日後の15日には本地震と同様に誘発されたと考えられる静岡県東部地震が発生している。また、同年6月30日には、 長野県中部で M5.4 最大震度5強の地震が発生しているが、長野県北部地震の余震ではなく、こちらも東北地方太平洋沖地震の遠方誘発地震と考えられている。長野県境村の被害総額55億円。新潟県の公共土木施設の被害額37億円。JCAST によれば、この地震の被害状況は、 被災地を除く全国では少ない頻度で伝えられた。身のもんたは身のもんたの朝ズバ。で、これだけの被害が出ているとは私たちも気づかなかったと述べている。和しざわ一長野市長は2011年4月26日の定例記者会見で風評被害と栄村のためを考えて地震の故障に 長野県北部地震を使わず、境村地震と表現する市の方針を発表し、マスコミや県に同様の対応を望む考えを示した。会見では、松代群発地震の気象庁の命名の際に、風評被害の増加の恐れから、北新地震から松代地震に範囲が限定されたことを前例として挙げた。ありがとうございます。